今回は真っ白な部屋からの脱出ということで、僕はどこにいるでしょうか。そうですね、ここです。どうもこんにちは、ビクトです。ということで今回なんですけど、なんかね、もう僕にぴったりな脱出マップあるなってことで、真っ白な部屋から脱出ということで、もう本当に白い、まあ、ということでね、このね、四角い真っ白な部屋から脱出していこうかなと思います。で、はじめにということで、はじめましてモアと言います。早速ですがマップの概要についてお話しします。クリア推定時間1時間と、で、隙間はなかったりホラー要素もないと。で、謎解きがそこそこ難しいらしいんですよね、謎解き。で、これ押せば始まるのかな。真っ白な部屋だな。何か手がかりがないか探してみよう。謎解き、あ、なんかあるわ。え、あれ、あ、これシュルカボックス、あ、シュルカボックスで問題があって、エンチャントの瓶、金床、ここに答えをかけ。で、問題がですね、あ、なるほど、ハテナに入るものを数字で答えよ。 1+5 は6、 3+9 は12、 5+13 は6。ん、若干おかしいな、こっから。3+10 は1、 1-6 ははてな、5-8 は9で、 12+6 は6と。あ、待って、これ 3+10 と 12+6 が6で、これ分かったかも。13時は1時ってことじゃない、これ、じゃない多分。いや、結構謎解きマップみたいなのやってきたから勘がいや、これ絶対そうだって。だって 3+9 は12だから間違いなくて、 5+13 が6なのは、13時が1だから実質 1+5 は6ってことでしょ。ってことは 1-6 だから、5-8 が9なのは、5時から8だが3で、あ、そうだよね、まあ、だからこれは1-6だからマイナス5なんで、12から5を引けばいいってこと。これ7かな、これ。あ、で、多分これここに答えかけってあるから、こういうこと？エンチャント瓶で経験値やって、ここに答えをかけ、で、これで7で OK。 あ、紙をこん中に入れる。あ、来た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 、正解。時計の問題なら解けて当然だよね。あ、そしてまた新しい白い部屋に繋がってるとなる。シュルカーボックスがいろいろあるんだね。ここにあるとめっちゃ瓶もらえる。で、次の問題がですね、あ、また数字だ、数字多いな。ハテナに入るものを数字で答えよう。1+5 は6、0+2は8、6+1は8、7た、あ、なんかもうよくわからん。7+1は7、7+0は0、9+3はってことね。え1+5 は合ってんだよね。で、0+2が急に8になって、6+1が8、7+1は7。なんで6ん時は2増えて、7ん時は0みたいな。で、なんなら7と0を、いや、かけるとかでもないもんな、だって。え、またこれもなんか時計みたいな感じでさ、0が12であって2が14みたいな、まあ、だからなんだって話なんですけどこれさ、0のところがよくこれ今わかったわ。0がよく見ると、8あるじゃん、なんて言うんだっけ、あれ、横に並ぶさ、時計のやつ、1個のところにやるってことかな、多分。5がこういう風になってて、1ってやると、あ、わかりました。ってことは 9+3 は、9、3がこうなってるから、これ9じゃない、多分9じゃないか。で、これで9を書いて、はい、来た。デジタルに強いのかなってことで、デジタル時計っすね、今回は。デジタル時計が出てこなかったね終わってる、マジで。デジタル時計、あ、すごい横にある、わかりやすい。もういらないんじゃないか、これ、ぶっちゃけ。で、次の問題がですね、ハテナに入るものは数字で答え、数字多いな。わわは0、あうは12、エオが30、ヤユが63、フヌがハテナ。はい、もうね、もう数字っていうところで、僕はもうね、今スマートフォンを見て完全に文字をね、打つところを見ていますよと。いや、絶対これね、ガラケーとかのさ、あるじゃん、番号とか、そこんところだと思うんだよね、俺。ってなってくると、もう和のところが絶対0なわけよ。で、0なわけで、あうが12なわけよ。
ってことは、あうは、1のところにあって、1×1 なんで、ちょっとよくわかんないですと。あれ、そういうことじゃないのか。俺最初あれかなと思ったんだよな。3412じゃん。あうがもうあうに関してはもう何も無視してんだけど、5630だから3456787856。違う。これキーボードのなんていうのこれ、あの数字が書いてあるやつあるじゃん。あそこのところで和が0のところにあって、あがどこだこれ、あが3にあってうが4にあるんだよ。えおが56で30で、やゆが63、あれ7がやで8がゆなんだよね。しゃ56、あれふぬってなんだ、ふどこだっていうか、ふが2にあってぬが、あぬ1だ、隣にあったわ。だから2これ、あ、オッケー。正解、日本語配列を使っているのかなということで、まあでもまあキーボード時計、他に数字系なんかあるのかな。ある、上にある。はい、で次の問題4いきましょう。はい、あ、数字じゃなくなった。数字じゃなくなったんだけど、これは何を表している。な、え、な、ろ、なえなろ、な、なえなろ、な、なえ、なは共通してるんだよな。で、えとろが違くて、えろ、エロかって、7エロじゃないよね。7エロじゃなくて、なんだそのなんか小学生のさ検索の仕方みたいな。で、な、なえ、右と左でさ、これなんか分かれんのかな多分。あ、待って、これあれだ、これカタカナにすると、これながさ、これ7左っか、これここになるじゃん、ここで、えが左になって、これな、ろだから右だから、左右ってこと、左と右を表してるってことかなこれ。何を表してるってことは、場所ってことじゃないこれ、左と右ですってことで、これでなえなろってことでしょ。あ、そういうことじゃないで、これで、あ、オッケー、正解、このワールドでも右左は確認しようねということで、なるほどね。で、これで下にあって、問題5をゲットします。いや問題めっちゃ、あー普通に来た、なんか普通に来たけど、これは簡単じゃない。し、海、か、自動車、し、かってことじゃないこれ。に、膝、に、ず、ずってこと、動物園じゃないこれは。いやこれはもうパッと見よ、さすがに。え、ずって動物園だよね。はい、来た。まあこのぐらいの映画なら楽勝だよねと。オッケー。いやこれはシンプルで分かりやすくてよかった。あ、このマップも折り返し地点。さあ君にはこの問題が突破できるかな。ヒントは裏を返すだよ。え、あれ、裏を返す、この問題が突破できるかな。この問題って何、そもそも裏を返すの意味はググロ。裏を返します。裏を返すとは、コトバンクから、同じことを重ねてする、同じことを重ねてするだったら、え、また動物園をさ入れたらできるみたいな。すいませんでした。なんか戻ったらなんかあるっていう感じでもないしな。え、ない、え、物理的。なんか本クリックしたら問題出てきた。あ、そういうこと、この裏を見ると続きの文が書いてあった。ということで問題6、四角に当てはまるものをカタカナで答えてねということで、あ、数字きた。12+1は稲、4+6は海、10+12は鳥、3+7は四角ということで、10、10。いやでもこれもなんか時計的な、なんか12が限界って感じしてんだよこれ。莫大な数字出てこないから12。いやこういうのは地図記号、違います。12なんて言うんだっけあれ、ねえ、ウショラウのやつ、あれなんて言うんだっけ、鳥、えとの順番、ねえ、ウショラウ、タツミ、今ねえ、ウショラウ、タツミ、
立つ、あれ鳥いいじゃなかったなんか鳥居のリズムで見つけたみたいに出したけど、鳥居じゃなかったわ、そもそも。ねえ、ウシトラウ、タツミ、ウマ、ヒツジ、サル、トリ、イヌ、イ。あ、でも鳥が 10だから、イが12で、ネが1だ。ということは、3がトラで、7がウマ。3たす7でしょ。だからトラウマ。あ、トラウマってことか。そういうことか。やっぱひらがなとかの方がいいのかな。あ、来た！正解、裏を返すって逆の方面から言うって意味だけど、今回みたいな本での出来事でも言えそうだよね。ちょっと何言ってるかわかんないですってことで、次の問題も見ていきましょう。これが法則を見つけて四角に入る国名を答えよ。アイドル、アメリカ、資源、中国、ウォンテッド、韓国、鉛筆、四角ということで、あ、でもこれも割とシンプルじゃない？これアイドル、ムテキーの A が O で表すアメリカということで、ドル、元、ウォンじゃない？これ普通にこれシンプルじゃない？割と鉛筆だから円、日本じゃない？これが多分2細で、これで、はい、 OK。 他の国のお金の知ってるなんて、他の国のお金の語彙力が知ってるなんてすごい。多分将来使わないけどということで、まあでもなんかドルとかだったらね、なんかハワイとか行ったら使いそうっすけどね。で、これで問題8で、4757697四角ということで、また数字が来ましたね。これ4と5が同じなんだ。いや、6イコール9も意味わかんないな。369でなんか関係してるかなと思ったけど、だからサザンが9になるんだけど、その2乗してるからかける2みたいな感じでやろうかなと思ったけど、それでやったら多分5と4が同じにならないんだよね。わかったわかった。だからこれ多分あれだ、四四十六ってやると、なんか2乗すると1たす6で7になって、5五25で2たす5で7で、6六36で3たす6で9で、四四四十九になると13ってこと。そういうことじゃない多分。で、これで13で、多分これ13で合ってるはず。オッケーオッケーオッケー。このぐらいの数学簡単だよね。すぐ解けちゃったということで、比較的早く解けて、次が9ということでいきましょう。ハテナに入るもので、ハテナに入るもので、数字で答えよ。7、12、14で、これ色がついてるね。なんか色ついてますね。7が赤なんだよね。で、12紫。1、2、3、4、5、6、7。おい、これはここに来て画数来たんじゃない？12が多分1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。緑が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、青1、2、3、4、5、6、7、8、8、8じゃない？これ大きくなると見せかけて、これ8じゃない？これ漢字の画数だ。なんか進むごとになんかどんどんさ、勘が冴えてきてる気がする。脳が目覚めてきてるわ。これ絶対8だ。これは、はい、来た。まさか紫の漢字が分からなくて調べた人なんていないよね。紫は分かるんですということで、なんかここだけ出っ張ってんな。なんか、お、最終問題来た。よくここまで頑張ったね。次が最終問題。泣いても笑ってもこれが最後。さあ始めよう。準備はいい？戦うみたいな感じで来てるけど、普通に問題解くだけだよね、これ。急になんか戦闘とか始まんないよね。ハテナに入るものを数字で答えよう。500イコール1。1301は5。ん？うん。あ、足し算？7100が4。2755が7。で、128600がハテナと。なるほど。500で1で、1301が5なんでしょ？で、7100が4と。待って、1301が5って、500が1っしょ？硬貨じゃない？これ多分。で、500円で1枚っしょ？だから1000円と1円。で、300円で3枚だから5。7100は5000円と1000円、1000円、100円。128600円は10。まず一旦10じゃん。12、一旦12があって、8000が12たす、3か。5、5000円、3、15。15で、600円だから、プラス2、17かな？ 17 じゃないこれ。多分17じゃない？これ17で、オッケーだと思います。何これ。あ、8000が4だ。ここに来て算数だここに来て算数ができなくなりました。
ありがとうございます。あ、全然真っ白じゃない。おめでとう。わざとヒントを入れなかったんだ。それでも解けた君はすごいよということで、これからも頭を柔らかくして生きていってね。あのね、もう脱出というよりもほぼ問題みたいな、もうね、謎解き的な感じだったんですけど、マジで裏を返すがいい、もう裏の裏をなんかいろいろやりすぎて一番よく分かんなかったっていうのと、あとこんなに数字の問題あるんだっていうのもね、びっくりしたねってことで、まあ、動画だとだいぶサクサクになってると思うんですけど、なんか目標時間みたいな最初あったじゃないですか、1時間みたいなやつ。すごいなと思ったのが、今ちょうど撮って1時間4分ぐらいなのね。それも見越してなんかもう見透かされた感がすごくて、なんかちょっと嫌だ。